はい、えー、こんにちは。今日はですね、えー、またアクションカメラのご紹介です。今届きました。えー、過去にね、えー、いろんなメーカーさんやりましたけど、これが3代目のアクションカメラのレビューとなります。えー、また違ってね、こちらのメーカーさんは最初から SD カード16ギガが同梱されております。えー、早速、早速ですね、えー、見ていきたいと思います。えー、これはですね、ウィミアスさん。これウィミアスと、 読むんですかね。さ、え、ん、ー、からのサンプル提供品ということになっております。では開けていきます。はい。まず SD カード、えー、16ギガ、えー、16ギガですね、えー。マイクロ SD の16ギガがあ付属しております、えー。こんな感じですね。はい。はい。で、えー、本体が。 こんな感じですね。はい、1点、えー、カメラがあります。はい。はい。えー、ここね、保護シールが貼ってますんで、えー、買われた方はですね、保護シールがレンズベンに入ってますんで、剥がすことをお忘れないように。えー、剥がさないとボケて映りますのでね。それと、背面の防水のカメラケースにも貼ってあります。こんな感じですね。横、縦、はい。えー、これは黒をいただきましたね。 これが防水ケース。この辺はね、他社、いろんなメーカー、僕もあ3台持ってますけど、ここら辺の入れ物の開け方とかはほとんど変わりませんね。はい。えー、こんな感じですね。えー、これも Wi-Fi 仕様になっております。Wi-Fi 仕様になっております。フル HD ですね。はい、えー。そういったわけで、開け方をお教えしましょうかね。えー、これの、ね、開け方、最初買われてね間、えー、間違ってね、こう、割られる方あるんですよね。これ、バリッと。 えー、開け方はですね、このロックを右にやりながらですね、前から開けます。すると簡単に開けますね。こちら、レンズ側の方から開けるということをお忘れないように。はい。さ、早速開けていきます。こうありまして、カバーを外します。で、えー、出しますね。はい。えー、こんなカメラが出てきました。色は黒です。えー、これにも保護シールが貼ってあります。 はい、えー。ここがモードの切り替えと電源ですね。えー、上がシャッターボタンとエンターボタン、決定ボタンになります。ここが Wi-Fi のランプということになります、えー。こちらに行きまして、側面、右側面に長押しで Wi-Fi の設定になるモードがあります、えー。上下でですね、設定を送ることができます。設定を送って決めた画面で エンターですね。自分の好きな設定で上下させて決めたところでこれで決定です、はい、後ろのモニターはです、ね、2インチではありませんこちらのタイプはちょっと一回り小さいタイプがついておりますはいここ各種 LED のモニターですあ,のあれですね警告用のランプですでそれとマイクロ SD の挿入、スロット、挿入口と電源。はい。で、HDMI の、はい。えテレビに直接コードをつなぐと、別売りですけどね、コードをつなぐと、テレビに繋いでえ見ることもできます。えー、これだけね、えー、小さくて多機能ですね。えー、オールインワンのカメラです。防水、えー、動画撮影、えー、写真撮影、すべてできます。えー、これ一台で、えー、値段がですね、 現在アマゾンでおそらく9000円を切っております、えー。そういったわけでね、手軽に楽しめるこれからレジャー、えー、防塵防水ですね。防水は30メーター防水になっております。はい。で、軽いんでね、どこにでもつけれます。はい。そういったわけでね、大変、最初にね、1万円以下でか、これだけの性能のカメラを買えって言ったらなかなか買えないと思います。はい。 え、入門機として最高にいい、え、ウェアブルアクションカメラだと思います。そういったわけで、えー、こうですね。じっくり見せていきます。こう。ちょっとピントが合ってませんけど。はい。ここですね。で、ここがバッテリーですね。えー、リチウムイオンが、こちらのカメラっていうのは、2個普通あ、ウェアブルカメラ入ってるんですけど、あの、バッテリーがですね。その代わり、こちらは、 先ほど言ったように、16GB の SD カードが同梱されてます、えー。他メーカーさんは SD カードが入ってない代わりに、えー、リチウムバッテリーがもう一個、ああの予備のバッテリーがついてます。えー、こちらは 16GB の SD カードがついてるってとこで、僕はこちらがいいですね。早速、こう SD カードを入れなきゃ、これ、あのー、 あれ、できませんのでね、保存できないんで、えー、SD カードが付いてるというのは嬉しい点ですね。それと、こちらのいい点はですね、後でお見せしますけど、この裏蓋がですね、他メーカーは1個しか、これしか付いてないんですけど、裏蓋が劣化しても、パッキンのとこが劣化しても、新しい裏蓋がもう1個付いてるというとこは、また嬉しいメーカーさんでですね、えー、こちらのメーカーですね。こちらのメーカーさんは、裏蓋と、裏蓋と、この SD カード、 が、16GB があー同梱されているというところがいい。ただ、あのー、こちらの悪い点というのは、先ほど悪い点じゃないんですけど、えー、後ろの画面が、モニターのインチ数が小さいのと、あと、その、バッテリーがですね、1個内蔵の、この中に入れてるバッテリーのみということになります。はい。で、中のですね、部品をお見せしますね。 えー、アクセサリーキットというのはほとんど、ね、あのどこのメーカーさんも一緒です、えー、こちらについているのは、ねえー、もうさっき言った裏蓋がもう1個ついているとここがあのこのメーカーのー違った点のいい特徴の1つですね、はい、こちらのメーカーですね、はい、で、こうありまして、はい、1点、2点これですねどこもメーカーも一緒ですね入っているものは。 3点、はい、4点、5点、6点、これは充電の、はい、ケーブルです。7点、8点、9点、10点、11、12と、説明書と。 いうふうになっております。そういったわけで、えー、ウェアブルカメラ、えー、サンプル品いただきましたんで、えー、まあね、えー、さっさと説明しましたけど、ぜひおすすめの、あのー、剣賀版のですね、まあ性能的にはいいです。えー、っと、1080p で、えー、60フレームのやつも、30フレームのやつも撮れます。えー、SD カード t s t が内蔵で、えー、30メーター防水です。 えー、すべての機能は全部ついております。Wi-Fi もついております。えー、そういったわけで、フル HD、アクションカメラ、えー、タイムズプラス機能もついてます。えー、すべてのドライブレコーダーとしても使用できますんで、ぜひおすすめの一台かと思います。そういったわけで、えー、この辺で終わりたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。ではまた。